おいしょ、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 ショートコント、おいしょ、おいしょ。というわけで今日は6月14日、はい、何の日？俺たちゼロフェスのツアーファイナルの全部新宿の前日です。来ましたね、ついにね。今日これセミファイナル終わった、名古屋もあの全部終わって、はい、ライブ終わって撮ってるんですけど、はい、18本やってきてどう？朝中にね、そのライブでも伝えてたんですけども、一本一本ね、こう楽しみながらすごい充実したツアーをできたなっていうのが、まあ今までのね、ツアーでもそうだったんですけど、より成長できたなっていうのがね、実感できてるツアーで、なんか本当に楽しいツアーでしたね、今回も。なんかあっという間でした。そうだね、今回はもう本当にあのいつもその新曲をリリースして回るツアーで、うん、今回はもちろんシンギュラリティとか、うん、叶えたい夢とかその新曲もあったんですけど、ベストアルバムを、ね、出して、ね、この5周年というタイミングであの回るあのツアーだったんで、あのベストアルバムの曲たちが、まあ、あの主役で回ってたんですけど、セットリストもね、あの考えて、本当各地さ、うん、今全部教えてたんですけどすごい、今まで多分一番振り幅のさ、広い、そのなんていうんだろう、セットリストもさ、うん、もう本当にもうガラッと変わる、うん、よりなんかすごい俺らにとってもなんかこの曲ってここの位置でもいけんだみたいなことも発見が、ね、ありましたね。発見もあったし、すごいなんかこれからのゼロフィルスがより楽しみになるような、でバンドとしてもすごい成長した、あのかなり充実したツアーになったと思います、うん、はい、はい、前日なんで、はい、一人ずつ全部に向けたコメントみたいなのしていこうかなと思います。はい、はい、じゃあレオから行きますね、うん、はい、じゃあもう明日ゼップ新宿なんですけど、ゼップ新宿ね、あの下見で俺行かせてもらったじゃん。そうだね、もうすごい、あのすごいニヤニヤしててめちゃくちゃあのゼロヘルツっぽいライブハウスなの、こんなこと言ったらちょっと恐縮なんですけど、あでもそのあれよね、全方向画面とか、そう、LED あったりとか、なんかすごい最新の感じがさ、うん、すごい、まあ、楽しみですね。あのゼップダイバーシティ中野サンプラザでやってきたんですけど、まあ、新しいゼップ新宿でまた新しいゼロヘルツをみんなに見せるのがすごい楽しみです。無料チケットもね、はい、ありますので、当日も無料ありますので、ぜひ一人でも多くの人に来てもらってゼロヘルツ楽しんでもらいたいと思うので、チェックよろしくお願いします。よし、はい、しょうがですね。まあ、今レオが言ってくれたようにね、僕たちに合うなっていうのをすごく思ってるし、僕たちはあのコンセプトが東京ミクスチャーロックじゃないですか。新宿って大都会で、しかもそれ大きい舞台でファイナルを迎えられることがすごく嬉しくてですね、うん、キラキラしたゼロヘルツを見せれるのかなっていうのがすごく楽しみでございます。そのツアーのね、そのビジョンゼロツアーっていうツアーが今回あって、すごいあのさっきも言ったんですけども、本当一本一本すごく良くてですね、新曲もそうだったし、で今までやってきた曲たちもね、すごいあの進化を遂げてですね、まあ、声出しが可能になったりとか、あのモッシュをね解禁したことによって、なんかまた違う景色をね今すごい作れてるので、そういうのをね合体させたこう集大成っていうのがね、全部新曲で作れるのかなと思うとすごく楽しみでございます。なので思いっきり楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次はうちの十字架組にコメントもらいたいと思います。どうですか、十字架の埼玉組の。いやもうね、聞いてほしいな、聞いてよ。これね、このツアー中ね、ポストになりかけたり、うん、なんとあのね、今日、昨日俺あのグラビアアイドルになりかけたんで、すごいね、まあ正直不安で、まあ、あの昨日も泣きながらいろいろ考えてたんですけど、まあこうやってね、無事にファイナルの前日をね、迎えられて、うん、嬉しいね。どうですか。ああもうほんと、レゴスタッフさんいっぱいいるんで今そう、あの気まじい動画をさ、見てくれてるかわかんないんだけど、動画のこのカメラの向こう側でもスタッフさんが勢ぞろい睨みつけてきて、原田さんも50人はいる、今本当にそうさ、今回さ、このスタッフさんもね、たくさんもうそうたくさんの方の協力あって、で、あと、うん、ゼロエース初をね、そのずっとツアーに PA さんと照明さんも一緒にいてくださって、そのツアーの中で一緒にさ、作り上げていくっていうのができて、なんかバンドとしてもなんか一つ上のさ、うん、あれに行けた感じがしますよね。ああもうとても本当にそう思います。あと18本、ベストアルバムっていうのもあった、はい、全部言っちゃう。もう言っちゃってください。もあとさ、寮母がさ、ちょっとあの骨折でさ、そう、出れない、心配をかけしました。トラブルもありましたけど、今無事治りましたね。本当にそう、自分の体調のあれはショックだったんですけど、その日の、ね、ライブ映像を撮った時、本当にみんなのね、パワーをもらって、あとあの SNS とかでもね、みんなからも心配の声をいただいて、無事に復帰できたんで、そのね、お返しを俺はファイナルでしたいと思います。します。
しますでもとりあえずまあいっぱい頑張ります。新宿だからね、うん、あのゼップ新宿新しいから、うん、ギラギラね。だからもうギラギラのあの、ね、スーツでね、ホストスーツでいます。というわけでね、あのみんなにたくさんのものを届けたいと思うんで、ゼップぜひあのまだねあの遊びに来るのも間に合うんで、仕事終わってもしも時間とかあったらぜひ遊びに来てください。来てください、待ってます。えい、こんにちは。明日ついにゼップ新宿ですが、そうですね、この間省かれてて、俺あのライブセミファイナルの時撮らせてもらえなくて、俺も待ってたんだけど、ね、4人撮ったらなんか終わらせられちゃって、俺はって言ったんだけど、メイク落としてたんで。明日ゼップだね。そうだよ、今回のツアー良かったね。いや良かった、すごい充実してました。やっぱりなんか5周年っていうのもあんのかもしれないけどさ、うん、なんか今までやってきたこととか積み重ねてきたようなものとかも感じたりとか、うん、また声が出せるようになって、昔やってた曲声が出せてた時に、うん、こういう感じのライブしてたなとか、ね、そういうのもう俺忘れてたんだけど、なんか思い出したり、あと飛行機乗りまくってたの、それが一番楽しかったかも。それが一番だもん。俺なんかね、飛行機乗るのがやっぱめっちゃ好きだから。そうなんだ。飛行機にもっと乗れるツアーまたしたいね。そうだね、いっぱいいろんなとこ行きたい。で、ゼップ新宿、うん、新しいでしょう、うん、めちゃめちゃ綺麗って噂も聞いてるんで、演出とかね、そういうのも含めて楽しみにしてもらえたら嬉しいのと、当日来たら入れるんでね、多分これ見て気になってる人とかいたら、まずね、無料チケットみたいなのもあるんで、試しに見に来てもらえたら絶対いいライブ見せれると思うんで、よろしくお願いします。お願いします。明日は会場で会いましょうだね。そうね、明日はじゃあゼップ新宿で会いましょう。